市の市政をどのように行えばよいか意思を決定する機関として新居浜市議会があります。市議会の様子は傍聴することができます。それでは行ってみましょう。ここは市役所7階にある新居浜市議会本会議場の傍聴席の入り口です。市議会の役割、議場内部の紹介、そして傍聴するにはどのようにしたらよいか説明します。まず市議会の役割です。市議会は市民を代表する議員によって構成され、新居浜市の市政をどのように行えばよいかその意思を決定するところです。市長はこの決定に従って具体的に事業を進めることになります。市議会と市長は相互に独立した立場に立ち、それぞれが考えを出し合いながら市民生活の向上に努めています。次に議場内部の紹介です。ここは6階の本会議場です。市議会議員の席はこちらになります。そして市長、副市長、教育長、部長の席がこちらになります。こちらが議事を進行する議長席、こちらが議長の補佐をする事務局長席です。こちらから見ますとちょうど上の階が傍聴席になります。こちらは質問席で、一般質問は対面方式で行われています。市議会定例会は2月、6月、9月、12月の年4回行われています。また必要に応じて臨時会が開かれています。それでは市議会の傍聴について説明します。傍聴できる会議は議案を決定する本会議と議案を審査する委員会です。ここでは本会議の傍聴席を案内します。傍聴席は新居浜市役所7階に設置しています。傍聴するにはどのようにすればよいか説明します。事前申し込みは必要なく、市役所7階の傍聴席入り口に置いてある傍聴人名簿に住所、氏名などを記入して受付箱に入れてください。これで傍聴することができます。定員に達した時は入ることができませんのでご了承ください。では傍聴席に入ってみましょう。ここから本会議の様子を傍聴することができます。傍聴席の定員は72名となっています。このうち車椅子のスペースが2名分あります。市議会を傍聴することで現在進められようとしている政策に対する皆さんの代表の考えを聞くことができ、市政をより身近に感じてもらうことができます。傍聴に関するお問い合わせは新居浜市議会事務局電話 65-1321 で受け付けています。議会の日程などは新居浜市のホームページでも紹介しています。より良いまちづくりのため市の意思を決定していく新居浜市議会の傍聴に皆さんもぜひ足をお運びください。